大光明寺は、京都市上京区小国寺門前町にある、臨済州小国寺派の寺院。小国寺の達中。三号は、盆王山。伏見の三宅歴代の菩提寺である。略王二年、五伏見天皇女子で、黄金上皇、光明上皇の聖母である、講義門院が、ご伏見天皇の菩提を弔うため現在の伏見区。 桃山町大長老にあった伏見離宮に隣接して、創建された。王永八年、伏見離宮ともども大光明寺も消失するが、双方再建される。後に、黄金上皇の子、須皇天皇の子である初代伏見宮の義人親王が、王永二十三年に当時に葬られると、それ以来伏見宮家歴代の菩提寺となった。大光明寺は、 応仁の乱やその後の戦乱で衰退したが、西原衣装直しが、十字の時に、豊臣秀吉が、伏見離宮跡地に、四月山伏見城を築城するのに合わせ、文禄三年、秀吉が北条を、また百二十人もの大名が、その他の同社を寄進して復興が行われた。しかし、慶長年間に消失している。慶長十六年に、 徳川家康によって、小国寺の達中として、現在地に移され、再興されたが、現魔7年に消失する。再建後、天明8年の天明の大火で、小国寺諸とも全焼したが、文政元年に再建された。1868年に、廃物希釈で廃寺となり、残されていた建物は1873年に、伏見宮家の母大書とされた。 達中心会員に合併された。しかし、1906年に心会員、廃児となっていた上徳院と大光明寺の、小国寺内の達中が合併し、新たに寺名を由緒ある、大光明寺としたため、再興がなされた。ありがとうございます。